ございます。12月22日金曜日朝6時15分の相場解説になります。まずは日足の方から見ていくんですけども、今日のテーマはね、まもなくあります CPI の発表11月分と、それに対応して一部の方にはお勧めしているトリガーってやつですよね。まあ、トリガーにつきましては、講義の41に FX オリガルヒの方は貼り付けておきましたので、よろしかったらそちらの方を参考にしてください。で、CPI の発表に限らず、材料があると大きく値段が振れます。それが上の方向に振れるのか下の方向に振れるのかは分かりませんけども、振れることがね、もし分かっているんだったら、じゃあある程度のところで、タイマーを仕掛けておいてね、そこでエントリーができるようにしとけばいいんじゃないかなっていうことは誰しも発想することだと思うんですよ。ただその振れ幅がどのぐらいのね、振れ幅になるのかってことは、これはね、きちんと検証しないと分からないんですよ。例えば1円振れるのか3円振れるのかによっても、どこでエントリーしてどこで利確をするのかっていうタイミングが変わってきますよね。まあ、ですのでトリガーって言ってもね、簡単にそれが理解できるってことではありません。ちゃんとトリガーにはトリガーを扱う技術が必要になってきますから、その基礎力としては、まずはテクニカルがちゃんと使えないとトリガーとかっていう発想になりません。トリガーっていうのは単なるギャンブルになりがちですからね。まあ、ですので安易にトリガーを使ってみようとかね、ちょっとこう生半可に覚えてみようっていうのはあんまりお勧めしません。ただ材料があったから、だからといっていつまでもポジションを避けるっていうことにはならないよってことで、一つの希望を持っていただきたいと思います。とにかくね、今日 CPI の発表っていうのが8時50分だったかな、そのあたりにありますんで、9時ぐらいに影響が出始めるんじゃないかなと思います。そして、このチャートの方に戻りますけども、今ねアリゲーターが下の方にぐーっと広がっていってるとこです。ね。広がってるでしょ。ってことは、下落が加速してますよってことなんですよ。ここよりもここよりもここのが広いでしょ。で、アリゲーターのことにつきましては、FX オリガルヒの講義の42に貼り付けておきましたので、そちらの方をご覧いただきたいと思います。ということで、アリゲーターは下に向かってるわけなんですけども、あとはね、乖離と、それから反発っていうのがあります。このローソク足と、移動平均線の関係ですけども、移動平均線が離れれば乖離が大きくなってきたってことで、今度はねくっついていく傾向にあるんですよ。で、移動平均線くっつくと今度は反発して離れるんですよね。それを繰り返していってるってことも特徴の一つです。こういうね、ということは、これからね下の方に行ってますけども、もっともっと下の方に進むんじゃないかなっていうのを全体的に捉えていただければなと思いますね。これだけでねバイとかセルの判断しちゃダメですよ。感覚としてこれからは下の方に向かうだろうなっていうふうな要素がいくつか見つかりましたねってことですからね。はい、じゃあ次は4時間の方を見ていきます。4時間の方を見ていくと、全体的には下落なんですけども、ね、下落でしょ。でも移動平均線の上に出たり下に引っ込んだりしますよね。で、これがだからちょっとねじれた状態なんですよね。だからちょっと混乱するんですよ。上の方に行って移動平均線を渡り切ったから、これから上昇トレンド入るのかなと思ったら、入らずに下の方に行っちゃうんですよ。だからちょっと難しいよねって話なんですよ。だからテクニカルとしてもこれはワンランク上の方に行きますんで、これが扱い兼ねる方っていうのは、こういう時っていうのはあんまりトレードしないっていう風にした方がいいと思います。ただ待てるんだったら、これはね全体的にはセルを入れとけばまあ間違いないねってことですよね。セルを入れとくと瞬間的には含み損になっても結局はね戻ってくるってことなんですよ。で、ここでセルを入れましたと。したら瞬間的には含み損になったけども、長い時間をかけて含み損が含み益になったでしょうみたいなことになりますんでね。だからこれがねデイトレードの弱さでもあるんですよ。夕方には決済したくなりますんで、持ち越しのポジションを持つのがねちょっとなかなか難しい方のデイトレードですから、そうなると損するところでロスカットを入れて、長期的に見たらなんだ利益だったじゃんみたいなことになるんですよね。でもこれはもうデイトレードの宿命だと思って受け入れなくちゃいけないんでしょうね。特に昨日は動きが早かったんで、なかなかリアルタイムで張り付いてられる方じゃないと取れなかった利益が多かったんじゃないかなと思います。解説もねそのようになっちゃいましたからね。で、ここの方ではね上の方に出ていたんですけども、じゃあここで上昇したからバイ入れときゃいいのかなと思ったら、バイを入れたやつは軒並み全部損害になってるわけじゃないですか。これね、それはちょっと悔しいところだなと思いますね。で、今後なんですけども、これ移動平均線広がってますから、ここだけ見ると、セルの方向に入れるときは間違いないんじゃないのって形になります。で、今、ちょっとね、数時間、
ぐにゃぐにゃしてる横ばいのところですから、じゃあ仕込むんだったらセルで仕込めばいいんじゃないのってことになります。これはそんなに間違えてないかと思いますよね。まあ、しかしね、やっぱこう、年末も差し迫ってきましたんで、あと1週間ぐらいしかありませんから、迷うぐらいだったらトレードしない方がいいと思いますよ。もうこの時間に限っては。いつもと同じようなテクニカルの理屈がだんだん通じなくなってくるんですよ。この年末になってくるとね。で、特に12月の最後の2週間、もうまさに今ですけども、18日あたりからテクニカルがどん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 ね、通用しなくなってきて、どっちかっていうとランダムウォークに近い形になってくるんですよ。ですんでね、やっぱ FX の基礎固めに入ったりとか、講義をしっかり見たりとかってことにして、リアルタイムトレードにはそこでほどこだわらなくていいのかなと思います。はい、ということでね、今日も更新はしていこうと思います。FX オリガルヒの皆様にね。ただ、更新もね、そんなにね、ためにならないかと思いますんで、それよりは講義の方を見た方がいいと思いますよ。基礎固めをしていきましょう。それでは、今回は以上です。お疲れ様です。